トライポッドはいないみたいね。こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今日も13騎兵防衛圏の続きをやっていきます。では行ってみましょう。2065年に来たところからですね。でも油断は禁物よ。さあどうやって探そう。え、 BG だけで探すの？そんな、ここまで来て置いてけぼり。タイムトラベル待つだけなんて。すぐ戻ればいいよね。ちょっとだけ探索しよう。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。私が先に見つけてやった。置いてったりするからよ。あ、BG！ そんな、バラバラだわ。なんで、BG！ 返事をして。何があったの？あ、そうよ、脳みそ。頭脳さえ無事なら、きっとまだ助かるはず。どこ？これかな。この電球みたいなのがそれっぽいと思うんだけど。部品の上に文字がある。四季島、四季島ロボテクス。四季島って日本の会社の。わかねえ、私 BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。 BJ は宇宙人なんかじゃな、日本製のロボット。あなたも四季島ロボテクス製日本製のロボットなんでしょ。宇宙人なんかじゃない。そうなんでしょ。そうよ、これだってきっと四季島の。まさかトライポッドも四季島重工 G クラス400 空編開花と160G。 嘘、火星開発用ロボット重機。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの。地球から襲ってない。どこか地球ではない。すごいこと言った。地球じゃない。推測だ。確証はなく今は可能性だが。バカにしないで。推測と根拠は記録だ。それで計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。お前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか、ずいぶん小型だが。宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから。箱舟に乗るのが DNA 情報だけです。計画の最終段階で人間を再生します。宇宙人の出来上がりというわけだ。どれぐらいの人数を見積もっている？600万人を計画しています。計画の認可が降りると思っているのか。母の説明を聞いていただければ。話にならん、自己満足だけの実利のない事業だ。親父が死んだからには好きにはさせない。この研究は整理する。資金も停止だ。そんな、待ってください、尾形さん。レンジ君ってことですよね。ミヤリ・ラセロと ID で2188件に記録された。ミヤリ・ラセロと四季島のトップ
2188年って未来じゃない。記録より我々が未来が立つのわからないか。君が作られた宇宙人だとしたら。え？なるほど。なんかちょっと見えてきましたよ。あれ？これ下の方どうやって見るんでしょう？あれ？こうか。戦闘を進めないとダメですね。三浦君に行く前に合ってるかどうか分かりませんが、 BJ の発言から箱舟計画っていうのが見えてきましたよ。何らかの原因で地球に住み続けることができなくなって別の惑星に移住したいけど距離の壁を越えられないから600万人分の DNA だけを12光年離れた惑星に送って人類を再生したんですね。そこで何らかの不具合が生じて火星探索用の重機が暴れてると。つまり尻尾が言ってた数千万年も前の古代文明は22世紀の人類の技術ですね。40年おきのセクターいくつに関してはまだよくわかりませんが大筋はそういうことなんじゃないんですかね。なっちゃんが派遣した8番騎兵は初めて出てきましたね。多分。あと壊れた BJ の電球っぽい脳みそにどんな記録があるのかも気になりますね。というわけで、三浦くん行きましょう。夕日はここでも変わらないな。夏野さんはあの探査装置を未来から来た宇宙人と信じている。彼の見せた未来の映像は真実だとしたら、なぜ私が200年先に。単なる探査装置でないのは確かだ。彼女はこの1985年の人間だ。ハンバーグはどうでしょう。また？いや、自分は何でも。そうだな。毎日でもいいですよ。お肉ばかりだったから重郎にお魚食べさせたいかな。買い物あるから行くわね。夏野さんは向こうだ。また君か。
今日は南いないよ。部活休んで何やってんだか。そうですか。ねえねえ、南さんと付き合ってるの？どこまで進んでるのよ。いや、自分はそんな。いないなら仕方がない。どこに行ったか分かりませんか？急ぎの用事らしいけど、どこにいるのかは知らないな。私知ってます。時坂神社に行ってるみたい。東雲さんがいつの間に。そこまでは聞いてませんけど。この時代の時坂神社か。彼女と出会ったのもあの神社だったな。驚いた。神社はそのままだ。周囲の雑木林は随分な様変わりだが、夏野さんはいないな。また木陰に隠れていたりしないかな。見つからなかったね。どこにあるのかな。夏野さん、どうしたの。こんなに遅く、こんなところで。夏野さん、今のは。光と共に夏野さんが現れた。騎兵で時間を飛び越えたあの光と同じだ。そういえば夏野さんと出会った時も神社で雷のような光を見た。そうか、ここから行き来していたのか。どうしよう、 BJ。 隠さず教えてほしい。戻りたいのです、元の時代に。おいで、行け。そうよ、乗ってきた。あれどうするの？騎兵は後で何とかします。千尋が、妹があの後無事だったのか確かめられるなら確かめたい。そうね、 BJ、 お願いできる？頼む。分かった。移動。メリー設定セクター5。データユニットは南夏野が持っていたのか。今ので戻ったのか。こんなにたやすく行き来できるとは。すごいでしょ。自由に時間を行き来できるなら開戦前に騎兵を送れば。それは無理。タイムトラベルはきっちり40年単位でしか移動できないの。それにここより過去へはいけないみたい。そうか、残念だ。ともかく千尋を探そう。行こう。おそらく避難所かクラベの親戚の家にいるはずだ。どうなってるんだ。人っ子一人見当たらない。交渉も詰め所ももぬけの殻。無線も誰も出ないし、どのラジオ局もやってない。一体人間はどこに行ったんだ。あれ見て、あの化け物だ。あれは地球を侵略に来た宇宙人の兵器。騎兵は彼らと戦うためのロボットよ。ここも未来の街と同じみたい。宇宙人の攻撃を受けた後、人間は誰一人残らないの。あれ、過去で人が消えたら私の時代はどうなってしまうの。あれは玉さん。一体何があったのです。命令反応、自宅反応、救命と間に合わない。玉さん、千尋はどこですか。千尋ちゃんは。たまお、何をするの。コートさん、話して。森村先生、落ち着きなさい。千尋ちゃんはどこへ連れて行くの。
君には申し訳ないことをした。だが何も心配しなくていい。やだーゴート、君が薬をもらってた男か。タマさん消えた。ユニバーサルコントロールがその情報転送した。それって宇宙人に捕まったってこと？おそらく皆囚われてる。世界の終わりまでは。世界の終わりまではよくわかりませんね。クラベ君ですね。うん。大変だ、ジョロ。網口君がいないんでしょ。校庭の休憩所にいると思うよ。さすが話が早いぜ。そんじゃ準備していくぞ。うさみさん。泉、確か東雲先輩も僕をそう呼んでいた。そういえば保健室で泉十郎の書類を見たな。階段での話を彼女に尋ねても寂しそうな目をしてごまかすだけだ、ジュロ。この間階段で話してたことなんだけど。逃げちゃった。立ち聞きして悪かったけどさ、ゴート先輩と変な話をしてたよね。泉十郎って僕のことなの？教えてくれないかな。十郎は十郎だよ。私のこと覚えてないのは寂しいけど。校庭の隅にあるジュースの封鎖か。最近学食の焼きそばパン数が少なくね。たくさん買っていく男子がいるらしいぜ。保健室にはあっちの階段が近く。森村先生いないな。篠宮先輩。あ、泉くん。よかった。無事だったのね。ひどい状態と聞かされていたから、私てっきり。先輩、僕はクラベ。クラベ十郎です。篠宮先輩も知ってるんですね、泉十郎を。泉十郎はあなたよ。今のあなたは作られた別の人格。作られた？何のために？私もあなたも事件で記憶を失った。精神に深刻なダメージを負ったわ。あなたの症状は特にひどかったと聞いてる。私も記憶が消えていく。この会話も覚えていられるかどうか。事件って何なの？未来で起こった事件。あなたは過去のこの世界で治療を受けた。未来？まさか。あなたは泉十郎よ。そんな話とても信じられないよ。でしょうね。そんな話とても信でしょうね。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕、クラベ十郎。信じられない。だけど本当ならこれが違和感の原因だ。
僕が学生たち殺フィエザこれがき本当にあんなことを先生はいないけどアンケートのプリントはここに置いとけばわかるだろう。見当たらないな。ここで泉十郎の書類を見たのに置きっぱなしにはなってないか。そんな話とても信じでしょう。お、まだいた。芝君どうすんの。網口どこにもいないんでお前を探してきたんだよ。しょうがねえ、今日は諦めて帰ろうぜ。大丈夫ですか。大丈夫じゃない、あなたもね。しょうがねえ、今日は諦めて帰ろうぜ。網口め、明日は絶対逃がさねえ。あれ、55から進まない。僕なんで進まないんでしょう。もう一回行きます。よし。よ、ジュロ、帰ろうぜ。今日は網口くんの家に行こうと言わないんだね。あのゲームクリアしたからな。ま、今日はお前に付き合うぜ。どこ行く？例のビデオ残ってるかな。うん、レンタル屋行ってみるか。行こうぜ、カバン忘れんな。ついてねえな、ビデオ屋が休みなんて。あの様子だと当分開かないだろうね。ガラス割れまくってたし。ガラス？ガス爆発事故に巻き込まれたんだな。テレビでやってたあれ、あの店だったんだ。古くなったガス管からガス漏れで爆発、ビルが一部崩れ、広範囲で窓ガラスの被害。7時台のニュースでやってたな。これクラベ君が騎兵呼んだからじゃないの。どうする、ふてくされて帰るか。そうだね。三浦君じゃないか、こんなところで何してるの。学校から君をつけてきた。一体どうしたの。説明してくれないか。君がそうやってとぼける理由だ。君は騎兵の搭乗員だ。どうやって騎兵を起動させた。騎兵、何忘れたというのか。つい先日ここで起きたことだ。ここで起こったガス爆発のこと。その事故なら知ってるけど。ガス爆発じゃない、君があの向こう側に騎兵を転送した。転送？映画の話か。そういうのあったよな。ああ、そういえば千葉君に借りたビデオにあったね。十郎君、君は誰と話してるんだ。え、急に怖い。紹介するよ、同じクラスの芝九太君。どこにいる。え、芝君ならそばにいるじゃない。いや、ここには君と私だけだ。やだな三浦君。あれ、確か前にもこんなことが。この間貸したやつどうだった。見たよ、借りた映画。でも今日はテープ持ってきてない。返すのはいつでもいいよ。それより映画の感想は。追い詰めた犯人が体に乗り移って結局主人公が犯人になるなんて、好き嫌いの分かれる結末だと思うよ。
そうか、俺はいいと思ったんだけどな。ちょっとブツブツ独り言言うのおかしいよ。なるほど。あんた大丈夫なの？シバ君と話してたんだ。シバ？何なのそれ。クラスメイトのシバキュータだよ。クラスにそんなやついないよ。え？クラベ君。分かってる。プリントだろ。それより沢渡さん、キサラギさん、おかしいな。シバ君がいないだなんて。シバ誰？そこにいるだろう。クラベ君、シバなんて人ここにいないよ。シバ君も何か言ってよ。みんな意地悪だな。幽霊と話してるっていうオチ、冗談なら面白くないよ。俺が幽霊ね。女子のジョークはセンスがないよな。行こうぜ。シバ君。どうした？もう行くぜ。僕たちってさ、ずっと一緒だったよね。そりゃ小学校からの腐れ縁だからな。なんだよお前まで。どうも引っかかるんだ。女子の冗談真に受けんなよ。考えてみれば変だ。女子の冗談考えてみればおかしいぞ。小学校で柴君と一緒だったのも、中学のことも思い出せない。柴君、僕と一緒だったって言うけど、君との思い出を具体的に何も思い出せないんだ。なぜだと思う？さすがに矛盾が多くて気づくよな。何の話？ここのところ無理な記憶操作をやりすぎた。難しいことを考えるな。ソラ、ちゃんとビデオを持ってけ。次の記憶のやつだ。帰ってじっくり見るんだ。待ってくれ。落ち着いて。思い出したんだ。彼は、シバ君は、僕にしか見えてないのか。お前にしか見せてないからな。うまくやらないとこういうボロが出るんだよな。君は何なの？合成人格489、つまりシバキュータだ。我ながら適当だよな。お前の性格に合わせて作ってみた。こういう人格の方が話しやすいだろ。シバキュータ。逃げたってもう遅い。お前の頭の中には映された記憶がみっちりだ。安心しろ、俺に任せとけば問題ない。記憶？そうさ、俺の記憶がな。落ち着くんだ、誰もいない。はっきり見えてる。何も知らずにいた方が楽なのに、バカだな。シバ君の記憶を僕に映すって。シバじゃない、俺が泉十郎さ。え？どうせこのことも忘れちまうんだ。騒げば変人だと思われるぞ。さあ友よ、新しいビデオだ。おかしな現実はいっそ忘れろ。これを見ろよ、面白いぜ。お前の頭をきれいにする。 やめ。16。次回はユキちゃん行きましょうかね。昭和20年の方で、玉尾さんがこと切れた時に聞いちゃったのは何なんでしょう。
世界の終わりまではどこかに捕らえられるって意味がわかりませんね。シュラ君は信用できないと思ってましたけど、最後に泉十郎って言ってましたね。薬師寺さんと会ったばかりの頃の泉君は町を守るのに一生懸命でいい人だったけど、もっと大人になった泉君は考えが変わってしまったんでしょうか。というか泉君は消えてクラベ君になったはずですけど、泉君の人格はどこか別の場所でずっと生きてたんでしょうか。今日は箱舟計画の大胆な推測をしましたけど、まだまだ謎が多すぎますね、この物語は。このゲームクリアした人たちはすっきり全部理解できたんでしょうかね。でも評価が高いってことは納得できる結末が用意されてるんですね、きっと。というわけで、ここまでにしましょう。今日も最後まで見てくださり、ありがとうございました。